木下映像は、日本の工学者、工学博士。専門は、数理計画学。名城大学都市情報学部元教授。阪神電気鉄道 OB。1975年京都大学大学院、工学研究科修了。交通計画、地域計画、意思決定論、土木環境システム、社会システム工学、サービスサイエンスに関する研究に従事。 特に、意思決定論における新しい理論、支配型ダーソップと一斉法を提唱している。また、マクロ経済学における新しい理論を提唱している。さらに、サービスサイエンスに関する独自のパラダイムと、新しい視点からの独自の分類を提唱している。1996年に本オペレーションズリサーチ、学会事例研究奨励賞受賞、2001年第6回、 ダーソップ国際シンポジウムにおいて、ベストペーパーアワード受賞、2005年第8回、ダーソップ国際シンポジウムにおいて、キーノートスピーチアワード受賞、2008年日本、オペレーションズリサーチ学会第33回普及賞、受賞。2004年4月より2007年3月まで文部、科学省科学技術政策研究所客員、研究官を兼任。2005年4月より、 名城大学大学院都市情報学研究科研究科長並びに、名城大学都市情報学部学部長を兼任。2012年4月1日より、公益財団法人大学基準協会大学評価委員を兼任。2013年4月1日より、名城大学大学院都市情報学研究科研究科長並びに、名城大学都市情報学部学部長を兼任。 2020年5月1日、名城大学退職。経済活動2つの行動原理。マクロ経済学は、経営マターの集積上に成立する。木下理論は、従来の2つの経済学の論争を、OR 概念の導入により、生と反の経済で解明し一つの体系に、合アウフ平面使用。目的合理的性、マックスウェーバー資本主義の精神。 企業は利潤を最大化する。消費者は公用を最大化する。見えざるて、レッセフェール自由法人の倫理。市場機構に任せる。最大多数の最大幸福。パレート最適。経済活動は宗教的エトスである。正の法則物を作ればすべて売れる。供給が需要を作る。労働イコール供給は美徳である。金儲けは善である。利子を認める。 時は、金なり。y イコール ci, yci, c イコールは、大、デシリットルイコール dc, デシリットル i, 大、デシリットルイコールデルタ y, デルタ l l, dc, デシリットルイコールデルタ c, デルタ lyci, yci, ycsi 生の経済は、インフレギャップがある通常経済。物は作れば売れる。生の経済は、企業は、利順の最大化を目指す。 個人は公用の最大化を目指す。供給需要。財、サービス貨幣。非介入主義。アダム・スミス古典派経済学。ケインズ経済化の目的合理的性。企業は債務を最小化する。個人消費を控え、貯蓄する。倹約のパラドックス。合成の誤尾。この倹約は、経済全体を貧困化する。需要側の経済活動は、宗教的エトスである。 有効需要の原理ものを作っても売れるとは限らない。需要が供給を作る。遊びイコール消費は美徳である。政府の財政出動が必要である。強行経済。政府の介入。公共事業。y イコール ci、yci、d イコール i、s イコール y、1, 1、1a、i、1a、a1、a1、yci、yci、y。 c コール si, y コール ci g ータンの経済はデフレギャップがある強行経済。ものを作っても売れるとは限らず。企業は債務の最小化を目指す。個人は消費を控え、貯蓄する。供給需要。財、サービス貨幣。介入主義権事案経済学総追関係主。問題経済学総追問題経済学法則。 見えざる手合成の五臭行動原理理順の最大化債務の最小化税の法則供給が需要を作る有効需要需要が供給を作る金融政策財政政策新古典派とケインジアン派の二つの経済政策が論争してきたが結局まさしく現状を分析し状況に応じて使い分けるべきだった二つの経済法則以下の二つの経済法則は 木下映像が2004年より提唱している。ありがとうございます。